はい、ドメキです。では、クロノトリガーの次からやっていきたいと思います。次は、中世。砂漠に行くか。水が効くでしょ。おう、多いな敵。多いな敵。絶対だ。めっちゃ多いな敵。
あ、なんだ？あのモンスターのせいで木がどんどん枯れていくの。しかし土を動き回るやつが相手とは、こいつは面倒だった。魔法が効かないのか。もしや。帰ろうとし、おい、攻撃されると防御か。パターンが強くね。これでもう安心だ。フィオナに知らせてやろう。
モンスターを退治してくれてやれと、私ももう一度頑張ってみるわ。でも、砂漠を再び森にするには、剣を遠くなるような時間が必要なの。ああ、何百年でも働き続けることができるような人がいれば、この砂漠を森に乗せるの。ロボか。どうでしょう、皆さん。私がここに残って、ルーナさんのお手伝いをするというのは、この砂漠が森として蘇った後に私を回収してくだされば良いのですが、ここに残ってお伝えしてもよろしいでしょうか。なるほど。した森より見られてた。ヒオナ様とロボ様を祀った神殿。あ、帽子売ってる。いや、あなた方にとっては一瞬のことだったんですね。しかし、私にとっては何百年は長い時間でした。しかし、苦労の甲斐あって森は蘇りました。さあ、今夜は400年ぶりの再会を祝おうではありませんか。今回400年もの旅をして気づいたことがあります。私たちはゲートの出現はラボスの力の歪みだと思っていましたが、違うような気がしてきたんです。どういうこと？確信は持てませんが、誰かが何かを私たちに見せたかったんじゃないかと。ゲートを通していろんな時代に何かを、もしくはその誰か自身が見たかったのかもしれません。自分の生きてきた姿を思い返すように。エイラ、それわかる。人、死ぬとき、今までの思い出、全部、見る、言い伝え。人は死ぬとき、生きていたときに深く心に刻んだ記憶が次々と浮かぶという。それは楽しい思い出もあるが、大抵は悲しい思い出さ。きっと、あの時に戻りたい、あの時ああしていれば、という強い思いが記憶を呼び起こすのでしょう。私も死ぬときはそうなるのかな。きっとそうよ。ルッカある。戻りたい。一瞬が？ごめん。聞いちゃいけなかった？なるべく考えないようにしているの。だって疲れちゃうもの。しかしだ。この思い出の持ち主はよっぽどラボスに縁があるんだな。どの時代もラボスに絡んでる。で、誰だというんだ、そいつは。誰の思い出かは分かりません。もしかしたら人ではない。もっと大きな存在かもしれません。それが分かる日が、私たちの旅の終わりの時かもしれません。そろそろ、寝ましょうか。
これは。ハイキングの約束をしたのに、お父様は緊急です、ぼかし。よくないは全然わかんない。でもいいの。よくかは普通のお嫁さんになるから、科学なんて知らなくていいんだ。機械をストップさせるパスコードは、我が最愛の人。非常時にこれを入力しよう。たぶん。まあまあ、何の機械だか、多分危ないから近づくなって言うけど。おう、汚しちゃうね。あら、スカートすごい挟まっちゃったわ。ねえ、ルッカね、ルッカちょっと出たって。取れないよ。ルッカ、機械を止めて、パスコードを入力して。わからないわ、お母さん。よかった、お母さん。ルッカ、ルッカ。本当によかった。もし、またあんなことが起こっても大丈夫なように、少しの機会のことに詳しくなろうと思う。ずっと気にかかっていたんですね。ルッカは優しい人です。プレゼントします。森で育った木の樹脂を固めて作りました。400年の重みのある宝石です。何かに役に立ててください。緑の夢を手に入れた。ありがとう、ロボ。今日もいい天気。部屋の掃除と植木の手入れをしたら散歩にでも出るかね。大工道具を貸せ。別に構わんが、どうすきだ。まあいいや。俺はもうちょい飲んでいくから、道具は神さんから受け取ってくれや。幽霊の話。北の廃墟に昔の立派な騎士の姿をした幽霊が出るんですって。ホラーの話よね。ワクワク。伝説の太陽石って知ってるか。
まあ、異性が来るなってやつに、起こされて虹色の貝殻って言ったから、食わせると、すげえ武器が作れるらしい。準停止してきたら、赤羽で飲んだっといてばかり、今度ガツンと怒ってやらなきゃ、怒ってやらなきゃ。大工道具、ちょっと待ってておくれ。ダメージを与えられません。レン、サイラス、俺だ、グレンだ。う、グレン、ぬぐおう。お、あんた、大工道具持ってるじゃないか。俺に譲ってくれよ。お、ありがとうよ。これで仕事ができるぜ。さっきはアンバだよ。これでオイラも仕事ができる。よし、手始めに北の俳句でも修理してくれ。やろうでも行くぜ。おいは親方。修理しといたぜ。モンスターが救ってる場所は修理できねえんだ。フロアのモンスターを全滅させたらまた頼みに来な。俺たちが修理してやるぜ。ヨロども行くぜ。はいよ。
青い猫が呼んだ愚かな男、サイラス、ここに出てくる。サイラス。サイラスよ。俺は帰ってきた。幼き日の誓いを、そしてお前との最後の約束を果たすために。サイラス。グレン。よくここまで来てくれた。サイラス。俺を恨んでいるのだろう。恨んでいるのだろう。ふふ。私は今のお前ほど立派な騎士ではなかった。この体を魔王の炎に焼かれたとき、私の心はこの世に残された人のことを思い。乱れた。ガルディア王、リーネ王妃、魔王、そして、親友のお前のこと、サイラス。だが長い時間をかけて得た。お前の姿は本物のはずだ。これで心置きなく眠りにつける。さらばだ、グレン。待ってくれ、サイラス。俺は、皆様を頼む。さらばだ。我が友、グー、レー。サイラース。すまなかった、サイラース。グランドリオンか。グー、そうさ。あんたは悩んでたろう。勇者の強さは意志の強さだ。意志の強ささ。罪滅ぼしのためなんかじゃない。あんたの意志が今本当の強さを持ったんさ。俺の意志。これで心置きなく僕らも力を出せるね、兄ちゃん。そうだな、リオン。みなぎる力、これがグランドリオの本当の姿なのか。サイラスよ、俺は行く。お前の志を続けるため、それがお前への最後の花向けだ。さあ行くぞ。お、最強グランドリオ、勇者待ちつける。治るね、いいのかな。止まってない。2回やんなきゃ。
このより。
見切ったり、フリーランサー。それは、帰りの手の中で、三千度光り輝いた。金の石を手に入れた。俺はもう、以前の俺とは違うぜ。はい、ということで、切り替えので、
今回はこれで終わろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。